武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは大阪市立大学の生物の勉強について話していきたいと思います。こちら時間が、理学部、工学部、医学部、医学科、に関しては2科目150分なので実質75分で、生活科、に関しては、生活科学部ですね、こちらは1科目なので90分、という構成になっています。ちょっと生活科学部は長めということですね。ただ問題自体は一緒です。で、出ている問題の、特徴としてはですね、まあ、知識で解けるものが結構多め、プラス論述しなきゃいけない問題が、まあ、本当に考えて解かなきゃいけない問題が出るという形で、知識問題を確実に解って、で論述問題を解けるとこだけ解っていくっていうような形になってくるかなというふうには思います。ただ論述する問題自体も別に難易度が高いというわけではないので、ちゃんとまんべんなく仕上げていれば、十分高得点は狙える問題とはなっています。ただ、割とその、まあ考えなきゃいけない問題がどうしても多いので、情報とかを読み取って解いていくっていう形ですね。なので、知識の部分はまあすぐに回答ある程度ちゃんと読んでいけばできるとは思うんですけれども、各問題に関しては正直、時間切れになる可能性が割と高いかなというふうに思います。なので、普段から論述練習しっかりしておいてですね、参考書的には理系標準問題集などしっかり仕上げておけば十分なんですが、まあプラス、寸大の生物の論述の、書き方ですね、を、まあ、しっかり、やっておいて、こちらで対策しておけば、十分対応できるかなとは思いますけれども、ただその回答丸暗記じゃなくてちゃんと問題文から、読み取って、その理由をその問題に、沿ってちゃんと答えられるように仕上げておくっていうことを、意識するようにしてください。で、まあ、その論述やる鍵としてはやはりそのいかに早く回答を思いつけるかっていう部分ですし、あとは知識問題の、ケアレスミス、ちゃんとや、せずに解き切るっていうこともちゃんとやった上で、その部分で点数をしっかりより、上乗せしていくように、しておいてください。で、割と読まなきゃいけない量自体も結構問題文も多めなので、読むスピード、解くスピード、両方ともちゃんと強化しておかないと、かなりの確率で時間切れになるかなと思いますので、まあ、完成度重視の学習をするように心がけてください。以上が大阪市立大学の生物の勉強となります。